あれなの。これですね。あのさ、微妙なところにあるね。すごい奥まったところにあります、うん。はい。すごいね。これが、うん、このね、レストランの商品を冷凍食品にした面白い自販機でござんす。あ、いろいろあるよ。カレー、ハンバーグ、パスタ。どっちにするかな。何がいい。まあ、ハンバーグはなんか美味しそうじゃん。おお、でもパスタも美味しそうに見えるけどね。パスタと、うん、ハンバーグと、うん、どうぞ。結構安く、今ね、値段下がってるんで。いいね。まあお店は閉まってるけどね。夜に開くんじゃないの。ああ、うん。とりあえず1000円で1枚ずつ。一気にはできないかな。そうだね。2番。じゃあそれ2番、うん、買おう。わあ、かわいい。お尻できた。英語のあの買うかな。いや、倍の買うです。だから牛が出たけたんじゃないの。うわっ、しっかりしてるじゃん。シンプルだね、うん、本当に。ハンバーグとソース、あとパスタ。はい、出た。ああ、いや、これはちゃんとしてるものなんだよ。本当だね。あと最後。はい。これどうやってやるんだろう。電子レンジで温める。電子レンジ。入ってるね。うん。一番簡単かもね。というわけで、はい、僕高健鉄さんに憧れているので。あ、そうなんだ。はい。そうだったの？高健鉄さんが着てるっぽいシャツを今回用意しました。うん、あなたは YouTube 登録もしなかった。私はしたけどね。襟がないシャツを用意しました。はい。というわけで、はい、買ってきた冷凍ね、うん、食品を料理したいんですけど、うん、はいはい、簡単でございます。もう冷凍なので、うん、全部温めるだけです。あ、これはね、ハンバーグですよ。カチカチに凍ってて、うんうんうん、でこの中にね、うん、料理の仕方が書いてあるので、うんうん、まずハンバーグは冷凍のまま、うん、お鍋に水を入れ、ハンバーグを入れて15分、はい、温めてください。これはデミグラスソース、うん、これはもう普通自然解凍でもいいので、ちょっと温めて溶かせば OK、うん、これパスタですよ。これはもう1、2分ついてるソース、これも自然解凍でもして、これはいいぐらいですね、うん。これ電子レンジでチンだけしたらいいんじゃない？そうとも書いてあるんですけど、うん、最初はカチカチになってたので、うん、もう自然解凍で、うん、冷蔵庫に入れても凍ってない状態にして、うん、でオーブンに入れて、あ、オーブンか、はいはいはい、温め直してもいいかなって書いてある。うん、はい、他の方がもっと美味しいかもね。そうだね、ちょっと電子レンジはなんか水分がなくなるじゃない？あ、そうそう、なんかへにゃーっとかなっちゃうんで、とオーブントースターでちょっとカリカリに、ね、うん、焼きたいんですけど、なんと全部ね、特別優待券っていうのも入ってます、うん、実際のお店が、うん、あそこにあったから、うん、うん、まあ、これ持っていけばちょっとお得に買えるんじゃないかな、食べれるんじゃないかな。すごい、めちゃくちゃ美味しそう。見た目はすんごいうまそう。あのさ、うん、お店でさ、お持ち帰りしたみたいです。ほんとほんと、めっちゃ簡単。ほんとに温めるだけ。コンビニでさ、そういう冷凍商品は食べたことがあるんですけど、うん、はいはい、これいいアイデアだと思うのが、お店でさ、最近コロナで食べたくない人もいるじゃん、うん、一緒にみんな集まってね。そう、そう、うん、あの人たちはそういう本当にこういう自動販売機利用してもいいかなと思ってるし、うん、そうだね、でお店が閉まってる時間がだいたい早くない？はいはい、あの、うん、特にそのこういうフレンチとかイタリアンとかのレストランって、うん、まあ、ランチとディナーの間とか、うんうん、ディナー終わった後の夜の時間とかを食べたいなって思う時あるからね、うんうん、ああいう人たちにはね、喜んでるんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ早速食べてみましょう。はい、うん、ちょっと初めてのお店の冷凍商品をちょっと食べてみようかと思います、うん、はい、何から食べましょうか。いや、そうですよね、うん、あの味がちょっと強くないものから先食べた方がいいかもね。じゃあエビフライかな、うん、タルタルソースもついてるんだけど。あ、そうなんだ。今日はもう簡単に塩で食べてみようかなと思ってて、うん、これはオーブンで温めたの。そうそう、見た目は正直言ったら、うん、先揚げたものには見えないんだ、うん、なるほどね、うん、味はどうかな。そうそうそう、大切なのは味なのでいただきます。はい、うん、エビの感じはどう。正直言ったら、うん、今すごくお腹減ってる状況だし、はい、エビももともと好きだし、うん、だから満足してるんですけど、うん、お店で食べた方がもっと美味しいと思うわ、うん、あ、なるほどね。さっきサクサク
開けたそういう食感がちょっと減ってるね、うん、なるほどね、うん、まあ、それは仕方ないかもしれない、ね、そうですよね、やっぱ一回冷凍して水分がついてる分ね、でもそういう冷凍商品としてさ、うん、スーパーで売ってるものあるじゃん、はいはい、あれよりはクオリティがあるかと思うわ、でこれ尻尾ごと食べれるようになってるね、そうですよね、尻尾にも衣がついてて、うんうんうん、このまま全部食べれるやつ、尻尾も食べようか、うん、あーエビが安いエビじゃないかも、うん、おそう、うん、いいやつ使ってる気がするわ、うん、エビのプリンプリンのああいう味がすごく感じる、安いエビってさ冷凍したら、うん、プリンプリンのあの肉が減っちゃうわ、なんか細いんだよね、うんうん、冷凍のエビってそうそうそう、うん、そういうエビじゃないんですよ、次ね、あ、このカップ新しく買いました、知らないよ、私のニックネームがペンドだったから、だからバンダイですの、うんうん、飲みながらね、うんうん、これはお茶です。はい、はい、と次は肉が味がもっと強くない、うん、じゃあパスタにしましょうか、うん、パスタも伸びちゃうかもしれない、ね、そうですよね、うん、いや見た目は喫茶店でさ、うん、頼まれるパスタに見えるわ、うん、ちょでも麺がね、うん、ちょっと違う、ね、ああ本当だ、うん、ちょっと違う、そのいわゆる普通のパスタのスパゲッティじゃないね、うん、お細めっていうか確かに細いね、そうだね、うん、いただきます、はい、これはミートソースでしょ、そうですね、うん、基本のスパゲティかな、はいはいはい、オリジナルのやつだと思いますので、そう、 うーんごめんなさい、喫茶店じゃないんですよ、違った、お店、お店の味する、うん、イタリアンレストラン、うーん麺が本当にやっぱりイタリアシェフの息子だから分かったかも、うん、あそう、麺が全然違う、違う、うん、これクオリティ高いね、へえ、うん、お店の感じするわ、うーん麺がすごくもちもちして、スパーケンツ麺ってさ、そんなもちもちしてた、あやっぱそれは違うかもしれないね、うん、お店によって麺の味は違うかな、うん、自家製の麺なのかな、うん、その可能性もあるね、あ、美味しい、あ、これすごく美味しい、うん、レッドは感じないわ、全然ミートソースも、うん、ミートっていうかお肉の部分、あそうそうそう、めっちゃ多いね、うん、いや、これすごいわ、うん、うまい、うわ、いやこれが麺かも、確かにね、このもちもち感ってすごい美味しい、うん、もうこれは本当に美味しいです、これはいいですね、うん、これはっていうか全部いいんだけど、いい、エビ食べてなかった、エビ食べてないけどねこれ美味しいよ、あめちゃくちゃ美味しい、うん、これこれは褒め褒めしか出ないわ、これは褒めしか出ないですね、うんうんうん、これはね普通の冷凍食品では食べれないと思います、うん、そう冷凍商品っては言わない方が、分かんないですね、いいと思います、うん、最後メイン、はい、ハンバーグ、ハンバーグね、近江牛って書いてます、いやこれも結構クオリティ高そうに見えるけどね、とりあえずタンメンがどうかな、ね、おお、玉ねぎがちゃんと見えてきてる、うんうん、この焦げ目もいいですね、うん、あのきれい、美味しそうに焼けてる、いただきまーす、はい、うーん、どうですか、うん、ジューシーが最高ね、すごい、うん、いや違う、うん、近江牛使ってるらしいですから、お店の味するわ、お店で食べるような味、うんうん、うん、柔らかいわ、冷凍なのにこんな柔らかくできる、でもね不思議だよね、すごいね、あのまあ温める時間はあるけども、うん、あのあれだけでへえ、できたまんまがまたできるやつがあるっていうのが不思議です、すごいな、ね、どうやって作ったかな、うん、へえ、私も食べていいですか、どうしよう、いやこれ言葉が出ないわ、感動だよ、おいしい、うわ、うん、すごいね、これおいしいわ、これ、うん、これは絶対にね分かんないです、これ普通にあのね晩ご飯とか出てきたらびっくりすると思う、ね、うんうん、あなたが作ったのってなったら、いやほんとほんと、うん、びっくりするわ、教えてってなると、うんうんうん、普通のハンバーグよりはもっと中心が詰まってる感じもあるし、うん、脂っぽくのそういう味も全然ないし、ない、ね、柔らかくて幸せの気分になりますあのさ、このなんていうんだ、ハンバーグの焼いた香ばしさっていうか、あそういうのがなんかまだ残ってるよね、そう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 、今焼いて、焼き上がったみたいな、うん、いや冷凍商品っていうのも申し訳ないですよ、いやだからね、うん、あのもちろんこのお店の味はあると思うんですよ、うん、ああ確かに、ね、プロの味があると思うんですけど、うんうんうん、冷凍の技術っていうかすごいね、うん、なんかね、うん、最近すっごい増えてるじゃん冷凍食品って、ああ確かにね、でこういうのも増えてるらしいんだよ、うん、自販機に入れて売る冷凍食品、冷凍食品って言っていいのかな、冷凍した食べ物、うーんとかね、そのクオリティもすんごい上がってると思う、なるほどね、だから一般のお家に買って置いとくようなやつ以外の
冷凍のやつとか、多分そういう技術がね上がってんだと思います。確かね、そういう技術がなかったら、うん、こういうクオリティには全然ならないと思う。ならない、ね、うん、だからいくら美味しい料理作っても、そうそうそう、そこまでに、うん、もう冷凍庫にポイって入れたら絶対この味にはならないし、うん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 、あ、こういう話もあるじゃん。日本の寿司がめちゃしくちゃ新鮮だし、うん、この魚も同じだしね。あれが車の品種がそういうあるってそういう話聞いたことあるんですけど、なんかいろいろ総合してやっぱ美味しいんだよ、うん、あ、そうそうそう、ね、だから同じものかな、うん、うん、技術、そうそう、結局そういう美味しさをそのままにしておく、そうそう、守ることをね、うんうん、すごいすごいんだけど、うん、ああ感動しました本当に、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで今回は自販機で買ってきた冷凍食品食べてみたんですけど、エビはわかる、エビはまあわかる、うんうん、エビはやっぱね、この揚げたてっていうクオリティがあるから、うんうん、やっぱね、でオーブンでチーンってやるだけではさすがにそこまでは再現できないんです、うん、みたいだけど、まだそこまでの技術がないんじゃない。逆に言ったらね、うちのあの家電のクオリティもあるかもしれない。そうそうそう、なるほどね。だから最近すごい電子レンジもさ、うん、温め直して揚げたてみたいになるよみたいなレンジもあるじゃん。あれでやればすごい美味しくなる可能性もあるし、ごめんなさい、うん、なのでまあいろんな、か最近そのこう冷凍以外もさ、自販機で変わったものとかいろいろ買えるからね、またいろんなもん、また面白いもの探して皆さんにお届けできたらいいなと思います、はい、じゃあ今日はこの辺しましょう。またねー。またねー。